はいどうも、おもむきゼロの京都人セロリ高幸です。というわけで、今日なんですけど、今日は新シリーズ、フットボールマネージャー2023で遊んでいこうかなと思うんですけれども、今回 J リーグを舞台にやっていくんかなって思われてるんやけれども、それは全然違って、皆さん、去年ワールドカップが開催されて、まあすごくね、熱狂した年になったと思うんですけれども、ワールドカップってカップ戦なんよね。まあグループリーグがあって決勝トーナメントに進むみたいな感じだったと思うんやけれども、本当に強い国はどこかってなるとリーグ戦で戦うのが一番なんじゃないかっていうことで、ここ18チームね J リーグはあるんやけれども、一クラブずつね国を入れてきました。で、決勝トーナメントに進出した16カ国は確定で入れて、あとの2枠誰を入れようかなって思ったんやけれども、やっぱり開催国のカタールは1個入れとこうかなっていうことでカタールを入れたんと、日本と同じグループやったドイツ、ここの2カ国をプラスの2クラブに入れることで18クラブで戦うっていう感じになりました。で、まあ一応グループ A からグループ H までの順番で入れてるから、まあ一番上の鹿島アントラーズがカタールになって、アビスパ福岡がオランダ、湘南ベルマーレがセネガル、セレッソ大阪イングランド、コンサドーレ札幌がアメリカ、横浜 F マリノスアルゼンチン、FC 東京ポーランド、川崎フロンターレフランス、ガンバ大阪オーストラリア、名古屋グランパスが日本、ジュビロ磐田スペイン、柏レイソルドイツ、清水エスパルスモロッコ、サガン鳥栖クロアチア、サンフレッチェ広島ブラジル、京都サンガスイス、浦和レッズポルトガル、ヴィッセル神戸韓国っていう感じにはなっております。で、まあ、1回ではね誰も覚えられへんと思ってるんで、概要欄にねクラブ名イコール国名みたいな感じで鹿島アントラーズイコールカタールとか書いておくので、まあよかったらそっちも参考にしてくれたらなと思います。で、まあ今回はね俺が一切操作することはなくて、俺は本当にねこのリーグ戦を楽しみに見てるっていう感じやね。だから俺がなんか選手交代の手を加えたりするっていうことは一切ないっていうのがこのフットボールマネージャーになるかな。だから本来の遊び方とは全然違うんやけれども、まあコンピューターがどこの国が一番になるのかを勝手に決めてくれるっていう感じやね。で、一応開幕戦の方を見ていきたいんやけれども、開幕戦が、はい、こんな感じとなっておりまして、まあ俺もね、これパッて言われてどこ対どこっていうのが言えへんねんけれども、で、開幕カードを上から言っていくと、セネガル VS アルゼンチン、アメリカ VS 韓国、ドイツ VS ポーランド、モロッコ VS オーストラリア、で、一応、ここ観戦枠に入れてるんが、クロアチア VS フランス。で、スイス VS 韓国。イングランド VS オランダ。で、ここも高カード、ブラジル VS スペインということで、まあ、やっぱりクロアチア VS フランスか、スペイン VS ブラジル、ここを見たいなと思ってるんやけれども、まあ両方見れたらいいかな。これちょっと俺も初の試みなんでわからないんですけれども、3時からのゲームを観戦した後に、この7時からのゲーム一気に観戦することができたら、まあ開幕戦はここ2つ見れたらなって思っております。とまあこんな感じでやっていくんですけれども、まあこのパートは一応ね、クラブと選手の紹介もしていこうかなっていうこともあるので、開幕戦までたどり着けるかわからないんですけれども、とりあえずチーム紹介からやっていきたいなと思います。はい、というわけで、まあここ上からね紹介していこうかなと思うんですけれども、まずは鹿島アントラーズ、まあカタールやね。はい、まあこんな感じでカタールワールドカップに出てたカタール代表の選手をね鹿島アントラーズに移籍させたんですよね。で、これ一応ねホームグロウンとか全員外国人になってしまうから、外国籍選手に日本国籍を入れたりとかめっちゃいろいろやってJリーグで戦えるようにしたんですけれども、これがめちゃくちゃ大変やったね。で、やっぱりカタールリアルでは一勝もできひんかってんけれども、このリーグ戦でどう戦っていって何勝できるのかっていうところにも注目やし、選手としてはこのムハンマド・ムンタリ選手、まあムンタリはね唯一カタール代表ワールドカップでゴールを決めた選手ということで、下馬評やったらムンタリじゃなくてアルモエズ・アリとかアフィフとかあの辺が良かったと思うんやけれども、ゴールを決めたのはムンタリやったんで、ここのムンタリを注
注目選手に挙げたいなっていうのがあるかな。で、アクラム・アフィフ。この選手もね、めちゃくちゃ有能な選手やし、ウィンガーもできるし、トップもできる。で、やっぱりカタールのエースって言えばね、アルモイズ・アリ。この選手やと思うんやけれども、まあ、ここら辺の攻撃陣がどう戦っていくのか、ワールドリーグっていう名前の方がいいんかな。ワールドリーグで何点取れるのかっていうところにも注目したいなっていうのがあるかな。はい。と、まあ、こんな感じで、何人かね、国の注目選手を挙げつつ、紹介をしていくっていうのが今回のパートにはなるんじゃないかな。じゃあ次行きましょう。次のクラブが。はい。アビスパ福岡イコールオランダですね。まあ、オランダといえば、結構ね、決勝トーナメントに進出するのも、常連みたいな国やとは思うんやけれども、まあ、リーグ戦となったらどうなるのか。そしてやっぱり注目はここですね。ファンダイク選手。世界最高のセンターバックって言われる選手が、リーグ戦でね、どれだけ輝けるか。まあ、本当にね、能力見たらさっきのカタールの選手の能力とはレベルが違うよね。まあ、真緑みたいな感じだし、身長も193センチ。ディフェンス面はタックル、ヘディング、マーキングと17、18、17とね、本当に必要な能力を全部兼ね備えているっていう感じなので、ファンダイク選手のデッキがオランダのデッキって言っても過言じゃないんじゃないかなっていうのがあるかな。で、もう一人ね、ここですよね、ここ。まあ、下の方の選手ってあんまり注目されにくいんやけれども、下馬評ではね、第3ゴールキーパーやったと思われていた、ノペルト。まあ、この選手もね、このワールドカップで大活躍したっていうことで、まあ、FM の世界では起用されるんかっていうところはあるんやけれども、2メートルを超える高身長のゴールキーパー。ワールドカップで活躍した分、このリーグ戦でも活躍してほしいなっていう気持ちがあるかな。で、やっぱり攻撃の枠からも一人紹介しておこうかなっていうことで、ルーク・デ・ヨングですよね。まあ、オランダのエースって言ってもいいんじゃないかなっていう感じやし、まあ、代表としてはね、そんなにゴールは決めてないんやけれども、高い決定力と高身長から繰り出されるヘディングっていうのは破壊力があるし決定力もある、そういう選手やと思ってるんで、オランダのね攻撃の要になってくれるんじゃないかなっていうのがあるかな。というわけで、まあオランダの紹介はこんな感じですかね。まあ他にもね、いろいろ、まあ他にもね、いろいろ話したい選手、メンフィス選手とかフランキー・ディヨング選手で、ガクポとかいっぱいいるんですけれども、まあ注目選手3人くらいって言ったんで、これくらいで次に行きたいなと思います。次が、はい、次が、湘南ベルマーレからセネガルですね。まあ、セネガルはね、初の決勝トーナメント進出をした国っていうことで、今回、このワールドリーグにね、入ることができたんですけれども、もともとはね、サディオ・マネっていう選手がね、エースとしては君臨してたんやけれども、今回は招集できなかったっていうことで、イスマイラ・サールとか、ディアとか、この辺の選手がね、本当に頑張ってたなっていうのがあったかな。なので、今回の注目は、イスマイラ・サールかな。ウィンガーとしてね、すごく攻撃を牽引していたと思うし、高いスピード能力っていうのはこの FM の世界のリーグでもね通用するんじゃないかなっていうのがあるので、ドリブル仕掛けからのねゴールとかアシストに注目していきたいなっていうのがあるし、もう一人守備そしてチームの要のねクリバリー選手よね。まあそこまでめちゃくちゃ注目されていた選手ではなかったんやけれども、2021年22年シーズンにチェルシーに移籍して、メガクラブっていうところに初めて移籍した選手やったんよね。でそのまんまねワールドカップにも選ばれて、高いディフェンス能力を見せたすごくいい選手っていう印象があるし、アフリカの力をね存分に見せてほしいなっていうのがあるかな。まあやっぱセネガルの注目はこの2人になるんじゃないかな。あとはまあこのディアタ選手とか、さっきも言ったディアで、下の方にいるね若い選手なんやけれども、バンバディエン、この選手もやっぱ注目にはなってくるんじゃないかなっていうのがあるかな。じゃあ次行きましょう。次がセレッソ大阪からイングランドですね。フットボール王国イングランドということで、まあこのワールドカップはね、結構世代交代っていうのがあって、若い選手がね、結構代表に招集されているイングランドなんやけれども、30代とか20代後半の選手も多く揃ってるっていうことで、このリーグ戦になったら、かなりいいところに行くんじゃないかなっていう予想があるチームの一つかな。で、やっぱり注目はイングランドのエースですよね。はい、ハリー・ケイン選手。まあ、ハリー・ケインなんてね、サッカー見てたら絶対に名前聞いたことあるやろっていう選手やし、なんと代表
でも50得点を決めているっていうことで、ここには注目しかないよね。まあ、世界的なね、ディフェンダーが揃っているリーグ戦になるから、どれだけ点を取れるのかっていうところは、すごく気になるところやし、まあ、このハリー・ケインって選手はね、点を取るだけじゃなくて、アシストも全然できるっていうこともあるから、ラッシュフォード選手とか、ピックフォード選手とか、イングランドの攻撃陣と一緒に、どんどんね、ゴールとアシストを量産してくれるんじゃないかなっていう期待があるかな。で、まあ、こんな感じでね、下の方に行くと、負傷してる選手とかはいるんやけれども、まあ、これは開幕直前にね、キャンプで怪我しちゃったっていう感じやと思うから、そのまんまね、置いとこっかなと思ってるんやけど、まあ、あまりにもね、どのチームも負傷が多すぎるってなったら、負傷をなくすことはできるので、そういうところで一応対策はしていけたらなっていうのがあるかな。ただリーグ戦なんでね、やっぱいろんなチームがいろんな選手を使ってほしいっていうのもあるから、こういう負傷はね、できる限り無視していきたいなっていうのがあるかな。で、まあ、ハリー・ケイン選手、注目に挙げたんやけれども、やっぱりベリンガムとか、アーノルドとか、サカ、ライス、フォーデン、この辺の若い選手たちっていう活躍も見たいよね。じゃあ次行きましょう。次がコンサドーレ札幌からアメリカですね。まあアメリカってめちゃくちゃサッカー強いっていうイメージはね、あんまりないと思われがちなんやけれども、結構決勝トーナメントに残るチームなんよね。で、どこが、で、誰が注目なんかなとは思ってたんやけれども、このアコスタ、この選手ね、俺個人的に好きなんよね。このユーティリティプレイヤーっていう感じの選手、まあビダルみたいな感じの選手っていう印象があるんやけれども、守備もできて攻撃もできる。で、いろんなポジションもできる。俺の個人的に好きな要素の一つかな。なので、俺はね、このアメリカからはアコスタ選手を注目選手に挙げたいなと思ってるんですよね。で、他にもね、若い選手なんやけれども、デスト、両サイドバックのできる貴重な存在にはなっていきそうな選手なんやけれども、まあ、バルセロナとか AC ミランとかでね活躍している選手やね。まあ、AC ミランにはねレンタルで1年だけ行ってたっていうのもあって、結構ねミランの試合とか見ることもあったから見てたんやけれども、ちょこちょこね試合には出ていた印象なので、そこら辺もね注目っちゃ注目になる選手の一つなんじゃないかな。だからアメリカはね注目選手、サイドバックの選手とボランチの選手っていう感じにはなるんやけれども、まあ、攻撃陣とかもねどんどんゴール決めてくれるんじゃないかなっていうのもあるし、こういう後ろからねチャンスメイクできる選手が揃っているよっていうのがアメリカの特徴なんじゃないかな。まあだってね、ここマッケニーとかプリシッチとか、まあ名前は結構聞いたことある選手がいっぱい揃ってるっていうこともあるから、ここら辺のね中盤から2列目の選手っていうところは注目なんじゃないかなっていうのがあるかな。じゃあ次行きましょう。次が、はい、じゃあ次が横浜 F マリノスからアルゼンチンですね。まあ優勝候補としてやってくるチームの一つなんじゃないかなと思ってるんですけれども、ここはねやっぱ注目選手上げてもめちゃくちゃね上げ出したらキリがないんやけれども、やっぱりここリオネルメッシなんじゃないかな。まあ能力ね、さっきのハリーケインより高そうなイメージあるよね。テクニック20、ドリブル20、パス19、ファーストタッチ19、この辺はね本当にもう無双って感じだし、決定力も17あって、まあスピードはね前世紀からだいぶ衰えてはいるものの15、十分すぎる能力をね持ってると思うし、このリーグ戦でねハットトリックとかもしてくれるような存在になるんじゃないかなっていうのがあるかな。で、他にもねエンソフェルナンデスとかロドリゲスとか、まあディマリア、ラウタロマルティネス、この辺はね要注目っていう感じやし、ワールドカップで活躍したっていうところを考えると、このゴールキーパーやねエミリアーノマルティネス、この選手もね注目選手の一人になるんじゃないかな。表彰式の舞台とかでね一波乱あって、まあ、プチ炎上みたいな感じはしてたんやけれども、PK ストップもしてたし、このね、カタールワールドカップの優勝の要因の一人に上がるに違いない選手やと思うので、このリーグ戦でもね、どれだけのセーブを見せてくれるのかっていうところがポイントになってくるんじゃないかな。まあ、ここアルゼンチンはね、優勝候補になっていくと思うので、結構ね、注目してね、いろんな試合見ていくことにはなると思うんやけれども、ここのね、サブのところにもね、アリスターとか、テグリアフィコとか、本当にワールドカップで途中から出てきて存在感を放っていた選手がいっぱいいる。で、まだまだディバラとかね、いるっていうのもあるから、圧倒的攻撃力のあるアルゼンチンがね、優勝するのかっていうところにも注目したいなっていうのがあるね。じゃあ次行きましょう。次が、はい、FC 東京からポーランドですね。ポーランドといえば、
やっぱりレバンドフスキーとかピョンテクとかこの辺が注目選手になってくるんじゃないかなということで、まあレバンドフスキー見ていこうかな。はい、まあこの選手もね、世界的に有名なね、バイエルンミュンヘンとかでね、プレーしている選手なんやけれども、まあもう33歳。ロナウドとメッシがいい品かったら、世界最高のストライカーはレバンドフスキーやったんじゃないかって言われるくらいの選手なので、まあ得点王になっていくような存在になるんじゃないかなっていうのが個人的な印象にはあるかな。決定力は驚異の19ということで、ハリー・ケイン選手とかが18、メッシも17とかやったから、まあ、ハリー・ケインが18、メッシが17とかやったから、決定力だけ見ると、レバンドフスキーが1位になっていくっていう感じやねんけど、まあ、ドリブルとパスがね、思ったより低い。13、13っていうことで、もっと高くてもいいんじゃないかなっていうのが、個人的にはあるんやけれども、まあ、テクニック、ファーストタッチ、ヘディング、そしてオフザボールの動き、完璧っていうこともあるから、こういう駆け引きっていうところで点を取ってるっていうのが FM では評価されてるっていうのがあるんじゃないかな。で、他にもね、やっぱりゴールキーパーやね、シュチェスニー選手、めちゃくちゃ言いにくいからあんまり言いたくないねんけれども、この選手はね、安定感のあるセービングが大注目やし、アーセナルやローマ、そして、ね、ユベントスといった本当に強豪っていう強豪で何年もプレーをしている選手っていうのがあるから、まあポーランド、レバンドフスキーとシュチェスニー選手がこのポーランドの鍵になるんじゃないかなっていうのがあるかな。まあこんな感じかな。あとはね、サブにもドラゴウスキーっていうね、めちゃくちゃいいゴールキーパーもいるし、若い期待のカミンスキーとか、ここら辺も注目になってくるんじゃないかなっていうのがあるかな。じゃあ次行きましょう。次が、はい、川崎フロンターレから優勝候補フランスですね。まあ2回連続決勝に進んだ国っていうことで、カタールワールドカップでは連覇を目指すような戦いにはなったんやけれども、アルゼンチンに決勝で負けてしまって連覇とはいかなかった。まあやっぱり注目はここの攻撃陣3人なんじゃないかな。デンベレ、バッペ、グリーズマン、ここ見ていきたいなと思っております。じゃあまずはデンベレから。まあ24歳、これからの選手やし、ここからねさらに成長していくっていうことを考えると、フランスの将来は明るいなっていう感じよね。まあ高いクロス能力とスピード、そしてテクニックとドリブルがあるっていうことで、ここら辺はね、やっぱりチャンスメイクからのゴールっていうところとかアシストに注目していきたいなと思ってるし、このグリーズマンもね、まあもう30歳っていうことで結構円熟味にはなってきてるんやけれども、2列目そしてワントップどこでもできるようなストライカーっていうことで注目しかないし、アルゼンチンを倒すようなチームになっていくのはやっぱりフランスなんじゃないかなっていうのがあるかな。で最後にエンバペ見とこうと思うんですけれども、はい、キリアン・エンバペ、まあ能力高いよね。ほぼほぼメッシみたいな能力してるっていうのが印象的で、まあスキルの面はね、若干メッシには劣ってはいるものの、決定力とかは一緒やし、フィジカル面ね、スタミナ、スピード、バランス、加速力、敏捷性、この辺がね、全部メッシを上回ってるっていうこともあるから、やっぱり23歳っていう若い選手っていうことで、今後もさらに能力が上がっていくっていうのもあるので、このリーグ戦はね、1年間のみにはなるんやけれども、フランスね、次4年後、エンバペ27歳、デンベレ28歳とかやから、本当に全然優勝できるんじゃないかなっていう気持ちでいっぱいよね。で、まあ他にもね、ゴールキーパー大ベテランのウーゴ・ロリスとか、ジュール・クンデ、で、テオ・エルナンデスとか、カマビンガとかね、本当にもう上げ出したらキリがないよね。でまあサブにはね、ジルーとかゲンドージとかウパメカノとか、まあディフェンス、ミッドフィルター、フォワード、十分な選手が揃っているっていうことで、これだけの選手を揃えているっていうのもあるから、まさに優勝候補っていう存在になっていきそうな気がしますね。じゃあ次が、はい、ガンバ大阪からオーストラリアですね。まあアジア枠ということで一応紹介していくんやけれども、まあ日本ともねよく戦っているオーストラリア、馴染みのある選手も多いということで頑張ってほしいチームの一つっちゃ一つよね。まあゴールキーパーのベコビッチはね、川島選手みたいな感じですごく大ベテランでチームを支えながらも試合に出場している選手やし、やっぱり注目っていうところを考えると、この右サイドバックのカラチッチ選手とかになるんかな。このカラチッチはね、まあ海外
隊組って言ったらいいんかな、ブレストっていうねセリエ A のチームに所属しているっていうこともあって、すごく注目な選手やし、今後ね代表でもどんどん存在感見せていくんじゃないかなっていうのがあるかな。でオーストラリアやっぱりフォワードよね。なぜかねアンダー18の方に放り込まれてるんやけれども、フォワードのミッシェル・デューク、ここはね注目になるんじゃないかな。まあ他のね国のフォワードと比べると全然能力面高くないんやけれども、ファジアの岡山っていうね J リーグのクラブからワールドカップに出場した選手っていうことで、ここはね注目やし、今年からはね町田ゼルビアには移籍してるんやけれども、同じ J2 で戦いながらワールドカップに出場した選手っていうのはすごく親近感が湧くし、このリーグ戦でゴールを決めてくれるのかっていうところも注目かな。まあオーストラリア同じアジア枠っていうことで本当に頑張ってほしいなっていうこともあるし、日本より上の順位で終わってほしくないなっていう気持ちもあるかな。じゃあ次行きましょう。次がはい、名古屋グランパスからジャパン、まあ日本代表ということで、ここはね誰を注目選手にあげようかなっていう感じなんやけれども、まあ難しいっちゃ難しいよね。まあどの選手も結構いい選手っていう感じなんやけれども、やっぱりゴールを決めていた堂安選手、ここ注目したいなと思ってて、まあ世界的な選手と比べると若干劣ってるけれども通用する部分はいっぱいあるよっていう印象やね。まあ日本はねテクニックとかドリブルとかもね注目っちゃ注目なんやけれども、パスサッカーでねどんどん揺さぶっていくっていう可能性が高いと思うので、そこら辺には注目やし、やっぱりトップ下のね久保さん、まだ20歳ということで、こちらもね能力めちゃくちゃ高いわけではないものの、これからを担う選手っていうことで注目選手に挙げていきたいなっていうのがあるかな。でフォワードもねちょっと注目しとこうかなということで、前田大然、南野拓、そして上田綺世、誰が出てくるのかっていうところなんやけれども、まあ一応ね南野見とこうかなっていうことで、こんな感じやね。まあ堂安選手と似たような能力っていう感じで、世界的にトップっていう感じの能力ではないんやけれども、どこまでやっていけるのかっていうところを考えると面白い存在にはなっていくんじゃないかなっていうのがあるかな。で日本で最も能力の高い選手が富安選手なんやけれども、富安見とこか。はい、まあこんな感じでフィジカル面がねかなり強いで、まあメンタル面も強くてスキルもねそこそこあるっていうこと、まあ23歳にしてはだいぶいい能力もらってるなっていう感じやし、今後ねどんどん成長していって、まあユベントスからも興味を持たれてるっていうのをね最近のニュースで見たりしているので、アーセナルからまだ気は早いけれども移籍したりもあるんじゃないかなっていうのが個人的に注目している部分かなっていうのがあるかな。まあアーセナルでもねいい結果残してるし、プレミアで優勝しそうな勢いなので、富安本当に頑張ってほしいなっていうのがあるかな。まあ日本なんでね結構長めには話したんですけれども、できればね10位以上とかには入ってほしいなっていうのが個人的にはあるかな。まあリーグ戦やからねどうなるか本当にわからへんし、最初のねスタートダッシュでつまずくと、このフットボールマネージャーって意外と難しいっていう感じがあるので、そこら辺にも注目していきたいなと思っております。じゃあ次行きましょう。次がはい、ジュビロ磐田からスペイン優勝候補ですね。まあやっぱりねスペインはね圧倒的に攻撃陣の選手とか注目選手としては挙げたいよね。フェラントーレス、そしてアンスファティ、ニコウィリアムス、ペドリ、この辺のねまだ19歳21歳とかっていうすごく若い選手たちの活躍、ここに注目したいなっていうのがあるかな。でそんな中でチームを引っ張るのがこの選手よね、ジョルディ・アルバ、左サイドバックのまあベテランに差し掛かっている選手、まあバルセロナでね長きに活躍している選手っていうことで、まあスペインの顔って言ってもおかしくないんじゃないかな。でもう一人ねベテランの選手で、この選手セルヒオ・ブスケツやね。まあブスケツもスペインの中盤を支える選手やし、ちょっと前まではねイニエスタとかシャビとか本当に世界的なミッドフィルダーが中盤を担ってて、その中の一人としてブスケツがまだ残ってるっていう感じやね。でももう33歳ということで大ベテランになってきてるっていうのもあるから、チームの心臓としてねスペインを優勝させるために頑張ってほしいなっていうのがあるね。でまあこうやって下の方も見ていくとね、アセンシオとかアスピリクエタとかウナイシモン、
この辺もいるっていうことで、本当に層は厚いし、若い選手もベテランの選手も中堅の選手もまんべんなく揃ってるっていうのがスペインの強みやと思うので、フランス、アルゼンチン、この辺が優勝候補やと思うけれども、スペインもね、優勝候補の一角なっていくんじゃないかなと思っております。じゃあ次行きましょう。次がカシアレイスルからドイツ、ジャーマニー。まあワールドカップでは2大会連続でグループリーグ敗退と結構苦しいワールドカップにはなってるんやけれども、リーグ戦やったらこのドイツも優勝候補待ったなしなんじゃないかな。やっぱり注目はゴールキーパー、今ここにいるのはトラップやけれども、ノイアーが君臨してるっていうのもあるし、攻撃陣にもね、ルロイ・サネ、トーマス・ミュラー、若くてこれからのムココとかアディエミ、この辺の選手がねいるっていうのはすごく大きい存在やと思うし、ギュンドワンにムジアラっていった、まあ、バイエルミュンヘンの中盤、ゲッツェとかキミヒとかもそうやね、ここら辺の活躍がね本当に注目やし、ほぼほぼバイエルンが日本にやってきたみたいな感じやと思うんやけれども、そこにプラスしてね強い選手が入ってるっていうのがドイツ代表やから、元々のリーグ戦の強さとかを考えると優勝候補筆頭なんじゃないかなっていうのがあるよね。で、そんな中でもね、能力見ていこうと思うんやけれども、やっぱりゴールキーパーのノイアーやね。まあ世界的なゴールキーパーということで、かなり能力は高いと思うよ。まあ他のキーパーをね、あんまり見せてないっていうことで、どれくらい高いのかっていうのが分かりにくいと思うんやけれども、まあめっちゃ緑よね。ほぼほぼメッシみたいなね、緑の量なんで、世界最高峰って言われるようなゴールキーパーの能力にはなってるんじゃないかな。まあ飛び出し20とか、奇抜さ18とか、本当にノイアーのね良さが存分に出ている能力だと思うし、他にもね1対1キック力、スローイングとかも16、18、18とかなり高いので、守備の要として戦ってくれるんじゃないかな。でもう一人紹介しとくと、トーマス・ミュラーやね。まあドイツの攻撃の心臓って言ってもおかしくないんじゃないかな。ワントップでもできそうやけれども、やっぱりトップ下のイメージが結構ミュラーは強くて、まあ2列目からの飛び出しとかそういうところが評価されてて、オフザボール20やし、スピードも、まあ、14と悪くはない。トップ下でパスも上手いっていうことで、視野とパスが16、18っていうのも大きい要素なんじゃないかな。まあこんな感じでドイツも話していったんですけれども、まあ、さっきからかなり長く話してるっていうのもあるので、次行きたいなと思っております。次が、はい、清水エスパルスからモロッコですね。驚異のベスト4に進出したモロッコ、まあダークホースっていう感じだったと思うし、このワールドリーグっていうところではどうなるのかっていうところ、本当に大注目かなっていうのがあるかな。そんな中でやっぱりキープレイヤーとして挙げたいのはハキミやね。右サイドバックでかなり注目、かなり存在感を見せていたし、パリサンジェルマンっていうね、フランスのね強豪でプレーしているっていうのもあるから、能力は存分に、能力は申し分ないっていうのもポイントの一つかな。で他にもね、このワールドカップで評価をガンガンに上げていったウナイ、まだ21歳ということで、まあ FM の能力はねそんなに高くはないんやけれども、ワールドカップではね中盤で存在感を見せてくれたし、もう一人ね、ここアムラバト、守備的ミッドフィルダーということで、ウナイの一個下のところでね攻守両面にわたってプレーをしていた、本当に潰し屋っていう感じの選手やったし、フィオレンティーナに所属しているんやけれども、めちゃくちゃワールドカップの後に大きいクラブからオファーがあったっていうのもニュースで見て、やっぱりワールドカップ効果ってすごいんやなっていうのを実感しましたね。まあここの3選手がやっぱり注目ポイントになるんじゃないかな。まあ他にもね、シェディラとかエンネシリとか、決勝トーナメントでゴールを決めていた選手もやし、キャプテンのサイス、ここら辺も注目っちゃ注目で、ゴールキーパーのヤシンブヌとかもねベスト4に貢献していた選手っていうこともあるから、ここら辺がねどうなっていくのかっていうのがモロッコの鍵なんじゃないかなっていうのがあるね。まあワールドカップではそこまで存在感見せてなかったけれども、ツィエクとかね世界的な選手も揃ってるっていうのがあるから、モロッコにリーグ戦でも期待したいなと思っております。じゃあ次行きましょう。次がサガン鳥栖からクロアチアですね。
まあクロアチアめちゃくちゃね、なんか有名な選手って言ったらルカ・モドリッチとかパシャリッチ、リバコビッチとかいるっちゃ、でペリシッチ、カラマリッチとかいるっちゃいるんやけれども、全員が全員スター選手っていうわけじゃない中で結果を残している国、まあ今年はね3位になってしまったけれども、モドリッチ率いるクロアチア本当に大注目やなっていう感じやし、モドリッチの能力を見ていくと、はい、こんな感じで、やっぱりテクニック、パス、ファーストタッチは19、19、20とね際立っているし、中盤のね核としてクロアチアを支えるにふさわしい能力を持ってるよね。で、まあ他にもね、カラマリッチとかやったらワントップで結構起用されそうやとは思うんやけれども、高い決定力を誇っているし、南野とかあの辺より若干能力が高いっていう感じで、まあフットボールマネージャーいい能力の付け方してるなっていうのがあるよね。で、まあ他にもブロゾビッチとかコバチッチとか能力見とこうかな。ブロゾビッチは見ときたいね。はい、ブロゾビッチもね29歳ということで、かなり高いスキルの能力とメンタル、フィジカル、この辺はねモドリッチより全体的な能力が高いっていうのが印象の中にあるかな。まあモドリッチはね本当にパスに特化しているっていうイメージの中で、このブロゾビッチは他のねタックルとか守備の部分でも評価が高くて、攻守両面の鍵になるような選手っていう印象があるかな。まあクロアチア多分ね優勝候補には入ってくるとは思うんやけれども、どの順位で終わるのか本当に今から楽しみですよね。じゃあ次行きましょうか。次がさあサンフレッチェ広島からブラジルですね。まあここも優勝候補筆頭ということで、トップ4には入るんじゃないかなって思ってるチームなんですけれども、チアゴシューバとかアリソンとかディフェンス陣にも世界的な選手が揃ってるっていうのがブラジルの特徴やし、なんといってもここネイマールですよね。まあ他にもねどん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 話したい選手はいるんやけれども、ネイマールの能力見ていきましょうか。はい、こんな感じで、まあメッシとネイマールって結構比べられがちっていうのがあるんやけれども、やっぱりテクニック、ドリブル、パス、ファーストタッチ、ここが高いっていうのがメッシと比べられる理由なんじゃないかなっていうのがあるし、まあオフザボール、ひらめき、視野結構高いっていうところ、まあ決定力もあって冷静さもあって世界的なストライカーやなっていう感じやし、ブラジルのエースっていう感じの能力よね。まあこのねリーグ戦どれだけ点取ってくれるのかっていうところにも注目やし、まあネイマールはねゴールだけじゃなくてアシストもできるということで、まあ左のウィングで起用されることも多いと思うから、ワントップ誰が出てくるのかっていうところにも注目したいなっていうのがあるかな。でまだまだルーカス・パケタとかダニエル・アウベスとか本当にね、でカゼミロ、アレクサンドロ、この辺とかサブにいるような選手たちじゃないねんな。で誰紹介しよっかな他。まあやっぱワントップの候補になってきそうなリシャルリソン紹介しとこうかな。まあリシャルリソンこんな感じなんやけれども、まだ24歳ということでね、そこまで能力高く設定されてはないんやけれども、ネイマールからボン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 パスは来ると思うので、ゴール量産するんじゃないかなっていうのが個人的にはあるかな。で最後にねここセンターバック、ブラジルのね守備の要チアゴシューバの能力も見とこうかなと思っております。はい、チアゴシューバこんな感じでね、まあさすがに37歳っていうことで能力低い部分はあるんやけれども、タックル、ヘディング、マーキングは16、17、17とディフェンスに必要な能力はだいぶ高い状態やし、ペナルティーキックも14ということで、まあいろんなね国際舞台で PK 蹴ってるっていうのもあるから高い能力になってるんかな。まあここら辺はね守備陣ということで、ブラジルはねやっぱ攻撃の印象もあるけれども、チアゴシューバとかアリソンとかこの辺の守備陣の活躍も光るイメージなので、注目していきたいなっていうのがあるかな。じゃあ次のクラブ行きましょうか。次がはい、京都サンガからスイスですね。スイスもそこまでねなんか強いっていうイメージは持ってないとは思うんやけれども、結構決勝トーナメントには常連で入ってきているチームやね。まあでもやっぱりスイスはねここやね、シャキリ、この選手が鍵になってくるんじゃないかな。まあバイエルンとかインテル、まあバイエルンとかインテルに所属していたっていうことで結構有名な選手やし、インテルではそこまで結果を出せへんかってんけれども、ストークを挟んでリバプール
にも移籍ということで、本当に多くのね、メガクラブを渡り歩いている選手よね。で、まあ2列目の位置やったらどこでもできる。まあ中盤どこでもできるっていうユーティリティさも注目の一つやし、まあクロスとかも精度めちゃくちゃ高くて、シュートも打っていける。本当にスイスを支えるような選手よね。で、まあ多分シャキリがスイスのね、最も有名な選手にはなるんやけれども、他にも、まあ、アッカンジーとかね、ドルトムントでだいぶ活躍している選手やし、リカルド・ロドリゲス、ザカリア、で、まあ、エンボロ、フレイ、ジャカとか、めちゃくちゃね、名前は皆さん知っているような選手がいっぱいいるんじゃないかなっていうことで、スイスもね、クロアチアみたいな感じで、いい選手が揃ってるんよね。ここら辺のね、能力の高さっていうのも見ていきたいなと思ってるし、チーム力がどん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 ね、リーグ戦で上がっていけば、いい順位で終わるっていうのもあるんじゃないかな。ワールドカップって基本ゴールキーパーが3人なんやけれども、スイスはね、4人登録していたっていうのも注目かな。オムリンっていう選手と、ゾマーと、カーンかな。で、コーベルっていう選手がいるんやけれども、ワールドカップで4人のゴールキーパーを登録してるっていうのは本当にこれがスイスの持ち味なんかなっていうのが俺の中であったかな。じゃあ次行きましょう。次が、はい、浦和レッズからポルトガルですね。まあポルトガルといえばクリスティアノ・ロナウドっていう感じやと思うので、クリスティアノ・ロナウドの能力は後で見ていくとして、ポルトガルはね結構もう年齢が高いんよね。なのでこのワールドカップが最後っていう選手が結構多かったと思うよね。このルイ・パトリシオっていうゴールキーパーもそうやし、ペペもね38歳で、多分次のワールドカップは40歳超えるからさすがに引退してるやろうし、ロナウドも37歳。ただそんな中でディエゴ・コスタとかカンセロとかベルナウド・シウバとか、この辺はまだまだね次のワールドカップも出てくるやろうし、ジョアン・フェリックス、アンドレ・シウバ、ジョアン・マリオとか、本当にねめちゃくちゃねいい選手がどん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 出てくるのがポルトガルの印象かな。ロナウドがいなくなってポルトガルワールドカップ出るん苦しくなるんじゃないかなとか言われてはいたんやけれども、これからの選手がねいっぱいいるっていうことで、そこら辺は心配ないんじゃないかなっていうのがあるよね。というわけでまずロナウドから能力見ていこうと思うんやけれども、はい、こんな感じですね。まあメッシと比べられる、まあメッシとロナウドどっちが世界的なストライカーなのか世界一のストライカーなのかってよく言われるんやけれども、まあスキル面能力面全然やっぱ違うんよね。メッシはこの辺のテクニックとかの部分が強かったと思うんやけれども、ロナウドはやっぱりヘディング、ロングシュート、決定力、この辺がすごく大きいんじゃないかな。そしてフィジカル面、まあ37歳ということで若干フィジカル面はね前世紀と比べると落ちてはいるものの、あの筋肉そしてあの強靭さなかなかねできひんもんがあると思うので、このリーグ戦でね得点を狙っていってほしいなっていうのがあるかな。で他にもね、さっき話したジョアン・フェリックス、まあこの選手がね本当にいい選手で、ポストロナウドっていうか、まあ身長とかは違うんやけれども、次のポルトガルのエースって言っても過言じゃないよね。まあラファエル・レオンとかもいるから、ワントップっていう感じの選手ではないものの、ゴールを量産するメッシのようなタイプの選手っていうことで、ジョアン・フェリックスにはリアルでも本当に活躍めっちゃしてほしいなっていう気持ちでいっぱいなんよね。じゃあ次行きましょう。次が最後のチームになるんですけれども、はい、ヴィッセル神戸から韓国ですね。まあここもアジア枠ということで注目選手はねいっぱいいるんですけれども、まあキムスンギュ選手、カシアレイソルに在籍していたっていうことで結構馴染みのある選手やし、ファン以上もねガンバ大阪で活躍していたっていうことで J リーグ在籍経験のある選手、そしてまあバレンシアとかで活躍しているイガンイン選手とか、ポッテナムでねハリーケインとコンビって言ったらいいんかな、スタメンで攻撃を牽引しているソン・フンミンとか、韓国もねやっぱ注目選手は結構多いよね。ファン・ヒチャンとかもそうよね。そんな中でやっぱりエースのソン・フンミンの能力見ていこうかなと思うんやけれども、はい、こんな感じで、まあ普通に能力が高い。本当にね日本のね南野とか堂安とかあの辺の攻撃陣と比べると全然ね高い能力をもらってると思うし、決定力18はねストライカーの中でもトップクラスっていうのがあるので、まあワントッ
ップでも左のウィングでもどっちからでもゴールは決めてくるんじゃないかなっていうのがあるかな。まあアジアで最も点を取っている選手って言っても過言じゃないと思うので、このリーグ戦で得点を狙えるね、唯一のアジア人選手なんじゃないかなと思ったりもしております。で他にもね、さっき軽く触れたイガンイン選手、ここはね久保選手とよく比べられるっていうことで、結構日本の人やったらね名前聞いたことあるかなっていうのがあると思うんやけれども、まあ中盤どこでもできる本当に久保みたいなタイプなので、2列目の対決っていうところを考えると、まあ一時ねパクチソン vs 中村俊輔とかあったと思うんやけれども、そんな感じでね久保 vs 以外になっていくんじゃないかなっていうのがあるかな。まあ同じねアジア枠っていうところで日本と近いっていうこともあるから、韓国には頑張ってほしいなっていうのもあるけれども、日本より上の順位で終わってほしくないなっていう気持ちもあるかな。はい、というわけでまあカタールから韓国までチームの紹介、まあキープレイヤーのみやけれども能力も見せていったということで、かなり長い収録になっているので、多分開幕戦はね次のパート以降にしようかなと思ってるんですけれども、皆さんどうだったでしょうか。まあ優勝候補っていうところを考えると、アルゼンチン、スペイン、ドイツ、ブラジル、フランス、この辺が上位を争うんじゃないかなって思ってるんやけれども、日本代表のね順位にも期待していきたいなと思ってるし、ワールドカップみたいにモロッコの躍進とかも見れたら面白いなっていうのがこのリーグ戦の中にはあるかな。ただリーグ戦なんでやっぱり能力の高いチームがね上に行くのは当たり前やと思うので、思った以上に波乱とかは起きひんかもしれんねんけれども、1年間通して見ていきたいなと思っております。じゃあ今回はチームの紹介っていう感じでパートは終わりにしたいと思うんですけれども、次以降ね開幕戦、さっきも見てた通りフランス vs クロアチアとかブラジル vs スペインとか、この辺をピックアップしながら見ていけたらなと思っております。じゃあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。